という大半の分が握られてどうするかですね。これはメカニカルな鉄を作っているわけです。トントントンという機種です。でこれは柔軸です。筋肉を使っているんです。裏も単位でかける排気の実じゃないの で、どうやってかけるか。このままだと遊びが多すぎます。手首をちょっと曲げてやめて、固まるようにします。次に肘をちょっとねじって固まるようにします。そうすると、ここまで、例えば曲がっていたとしても、曲がっていたとしても、一本の棒となります。ですから、そこへ行く力がかけやすいです。相手がゆるゆるのままでかけようと思うと無理です。上げようと思うと、相手はゆるゆるにします。力を入れるとかけやすいんです。ぐっと踏ん張ってみるとかけやすいんです。ゆるゆるの状態で一番かけにくい。ですから手首曲げて肘曲げて、メカニカルな複雑な鉄棒を作る。手首の塊、肘の塊、肩の塊、よいしょ。これは充実技法です。早く充実技法ではですね。よいしょ。つまり手首や肘の関節、ほんのちょっとだけ、ね。2mm。2ミリ、プチッとやる。キログラムの単位でかけるんじゃないですね。手首の関節、手根骨をちょっと一回。はい、これでかかる。尺骨関節をちょっと一回。そういう細かな関節の動く可動部分を物を挟んで、物を挟んで、水面に検査人体にも物を挟んで、よいしょって。愛さではないんですね。パッとやるからかかるんじゃなくて、よっこいしょ、よっこいしょ。ありますよね。合気道にしても大統領にしても関節技が最終着地点です。関節技がかかって相手がタップしたら一旦終了ですね。甲冑剣術、甲冑体術における終着点はとどめです。なんか尖ったもので大動脈打つ、ジョイックス。関節技は途中経過でしかありません。118本でも関節技が途中に挟まってますが、何をやるか。動けなくしておいて、抜いて、ダクッと。逃げなくしておいて、片手でやるっていうのはどういうことか。ここら辺にある、無足、小不足。尖ったもの。もう千枚どうしても何でもいいんですよ。ちょっとした小刀でいいんです。露出させて、大動脈を切っていく、刺していく、刺していく。関節技って最後まで完成させる必要はないんですよ、本来。でもそれじゃあ技の完成が見えないから、みんな相手を最後にひっくり返してさらにタップをさせるまで追い込む。だから手段と目的が入れ替わってる。関節技がちゃんと完成して相手がひっくり返ったり動けなくなったりするところが終末点。そうじゃないですよ。大動脈を露出させればいいんです。で、切れないとどうするんですか？殴るんです。切るんです。つまり、沖縄の古い空手、まだ定位と呼ばれてた時代の空手って、いきなり殴ったり蹴ったりじゃないです。触れて、で、刺す代わりに蹴るんです。金的切りなんかも、いきなりパッと蹴ろうとしてるんじゃないです。触れて、崩して、切れるよねっていう状態にするんです。